や、まずはなんともこう大阪と名古屋だけがこうお客さんに会場に入っていただいて、こうなんですかね、お客さんとやり合うじゃないですけど、そういう生ものならではの感覚を初めて味わえたので、やっぱり一番は楽しかったなっていう気持ちが大きいですね。あと僕個人的にはこう早見さんとあの黒田さんってい もう大先輩がいるわけじゃないですか。あのお二人にこう胸になんか飛び込むというか、なんか本当になんかお父さんにこんなこと言ってみるのか分からないですけど、こうお父さんに胸を預けるじゃないですけど、なんか黒田さんと早見さんにこう笑顔をぶつけるのが個人的にすごい楽しいなって思いながらやってました。名古屋の開演の時に多分おそらくなんですけど、初めてこう空港が重視にやっちまえって見せてみろって叫ぶところがあるんですけど、あそこで榊原くんがパッと後ろを向いてくれて、あのすごい今までももちろん受け取って言葉、自分のこの空港のセリフを受け取ってもらえてたっていう気持ちあったんですけど、パッと顔があった瞬間にうわ最高だなって思ったし、あのところと、あと最後ですね、楽屋でなんか武志さんが最後あの空港がうわーって叫ぶところがあるんですけど、会見であそこで俺ちょっと一緒に叫びたいわって言ってて、初日に言ってたんですけど、あの初日はちょっと、まあ、初めてやるし息が合わなかった間からやらないようにしようかっていう3人で意見を出したんですけど、2日目はもう竹内さん我慢できなくなったのかもう俺絶対言いたいっていうことだったので、 そこを榊原くんと一緒にこう3人で話して、じゃあちょっと気持ちが向いたらちょっと出してみましょうかっていうのになってって言って、最後こうなんか聞くところによると2人が顔を合わせてよしやるぞうおーだったみたいなので、そんなエモいシーンがたくさんあると思うので、ぜひぜひ注目してみていただきたいなと思います。プノシスマイク、ディビジョンラップバトル、セブンスライブ、サミットオブディビジョンズ、ブルーレイ&DVD、発売まであと15日。